はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのは、やっと日本でも試乗のタイミングを得ました。まあ、これはですね、もともと XC40 の国際試乗会の時からもう存在が噂されていて、出るよ出るよと言われ続けていたモデルなので、感無量みたいな感じで見ているんですけれども、ボルボから初めてのバッテリー EV が出てきました。それがこちら、ボルボの C40 リチャージというモデルです。非常にスタイリッシュですけれども、 XC40 に代表される40シリーズの系譜をしっかりと受け継いでおります。まずはですね、内外装と使い勝手からチェックしていきたいと思っておりますので、今日もぜひ最後までご覧ください。長いです、はい、そしてこの次にですね、試乗動画をお届けしたいと思っておりますので、皆さんぜひこちらもご期待ください。それでは今日もチャンネル登録、高評価で応援してください。はい、それではですね、エクステリアから見ていきたいと思います。まずはフロントデザインです。40シリーズの系譜をしっかりと受け継ぎながらも、そしてボルボファミリーっていうことをすごく強く感じさせながらも、ベリーニューみたいな感じがします。まあ、それはやっぱりここだと思うんですけれども、メッシュとかグリルとかそういうものがないですよね。でここがまあ蓋をされているということなんですね。まあ、それはですね、まあ、もちろんこう空気抵抗を防ぐためということもありますし、やっぱり電気自動車モーターですので、さほど冷却が必要がないっていうことからもこういうデザインになっているということなんですけれども、まあ、ここに全てこうね、ボディ同色の装飾があるということがですね、まあ、既視感のない、そのすごく新しさっていうのを感じさせているかなというふうに思いました。でそしてまあ下の方はですね、ちょっとこう樹脂のパネルがついておりまして、こちらはですね、空気が入るようにちょっと開いておりますけれども、まあね、ここにちょっと下に少しだけその冷却のための穴が開いているんですけれども、本当に少しですよね。これがまあちょっとよりこのボルボのですね、ライトの美しさっていうのを表しているかなと思います。はい、それからこちらのライトも非常に新しい機能がついております。ピクセルテクノロジーヘッドライトなんですけれども、まあ、いわゆる本当ピクセルですよね。それのテクノロジーを採用されましたライトになっておりまして、なんとですね、その同時に5台までもですね、センサリングして、その眩しさを抑えたりとかいう機能がついているんだそうです。暗めの高速道路なんかではもう抜群の威力を発揮するかなというものです。まあ、ちなみにですね、これ入っていないパターンのものもあるんですけれども、このピクセル入ってないものはですね、まあ、それは半導体不足の影響なんですけれども、入ってないものは20万円安く提供してもらえるということですので、都心部に住んでて明るさとかそういうのいらないよという方はですね、まあ、20万安いのを選んでもいいかなと思いますけれども、まあ、半導体不足の影響はそういうところにも出てるのかなという感じもして、まあ、ここまでもかと、もう早く何とかしてっていう感じはすごくしますよね、やっぱりね。というわけで、まあ、2種類の2パターンのこのヘッドライトが用意されております。まあ、でもどちらの印象にしても、このトールのね、 T の字のボルボならではのライトのユニットっていうのは、まあ、採用されておりますので、ご安心くださいという感じです。あとはまあこの辺に、まあ、ツヤありのですね、ピアノブラックの装飾を持ってきて、この辺のまあガーニッシュというか、まあ、ホグライトが入っているこのユニットも少しクリティを感じさせるところではあります。それからですね、センサーの位置が変わりました。機能は変わってないんですけれども、もともとですね、ボルボはフロントガラスのですね、ちょうどルームミラーの裏側のところに、ミリ波レーダーと、それからカメラっていうセンサリングシステムを持ってたんですけれども、 C40 からはですね、あそこにカメラ、そしてこの辺にミリ波レーダーが入ったんですね。でそれによって、まあ、ちょっとこうセンサーものが、あとこの中にも入ってますね、ので、ちょっとセンサーものの位置が変わりましたけれども、これによっての機能の変更はありませんということなので、まあ、単純にそのちょっとこう分散させたということなんだそうです。まあ、面白いんですけれども、その分散させたことによって機能が上がったとかもなく、もう同等の技術になっているという感じなんですね。まあ、それもちょっとレイアウトがあるのか、それともサプライヤーの都合があるのか、ちょっとこう面白いというか、ちょっと興味深いところではありますね。はい、サイドビューです。ルーフが傾斜していて非常にクーペライクです。まあ、XC40 は SUV タイプとして、割とここの辺がこうガバッと出たですね、ちょっと堅牢な感じの SUV ルックを叶えてますけれども、C40 はですね、まあ、クーペの C なのかなと思うんですけれども、 C40 はですね、その通り結構都会的なルーフラインを持って生まれてきたかなというイメージですよね。今回ですね、モーター前後にございます。前も後ろもですね、この辺に搭載されていて、で、まあ、床下にバッテリーを敷き詰めているという、まあまあ、いわゆるバッテリー EV ではおなじみのレイアウトにはなっているんですけれども、それをですね、まあ、ボルボらしいというかね、すごく大きなインチのタイヤで支えているという感じです。これね、オプションが逆に19インチで、標準が20インチになっているということなんですけれども、前後でですね、サイズの違うタイヤを履かせています。255の40の20インチとなっておりまして、前がですね235の45の
20インチということでですね、ちょっと前後変えることによって、まあ、これもですね、まあ、ちょっとハンドリングのためって言われてますけれども、基本的に前のモーターも後ろのモーターもトルクを出しているんですけれども、まあ、常にその前後モーターからトルクを出しているというわけではなくて、まあ、走行シーンによって前に出るときにやっぱりね、こう荷重がぐっとこう後ろにかかっていくっていうのを支えるために、ちょっと前後サイズの違うタイヤを履かせているという感じになっております。タイヤハウスとかも大きく取られているので、20インチっていうサイズがあんまり分かりづらい、思ったよりもちっちゃく見えるんですけれども、まあ、その辺もですね、 SUV ライクで非常にかっこいいなと思いますし、まあ、ボルボらしいサイズの攻めだなっていうふうに私は思っています。はい、そして印象的なのがここのボンネットなんですけれども、通常やっぱりですね、そのボンネットをこう電気自動車を薄く持ってくるっていうことが割とセオリーですよね。トヨタの BZ4X も、まあ、エンジンがこのフードの中に入っていないということもありまして、ここすごく薄く作ってきたんですけれども、ボンネットの中にですね、実はまあ、あるものが入っていることによって、ちょっとこうもっこりしたような、そのちょっとこうね、投影面積が大きいような、そんな感じのフロントのボンネットの厚みを持っているんですけれども、それはちょっと後にご説明しますのでご期待ください。はい、ちなみにですね、ここが今ブラックになってますけれども、次の年モデルイヤー23からはですね、ここがボディと同色になるっていうね、あのちっちゃいもうマイナーチェンジポイントがありますので、まあ、そこもですね、ちょっとこう、まあ、そちらそちらおしゃれなんですけれども、変わるよっていう情報がありました。はい、そしてリアビューです。個人的にはここがですね、 C40 としてのアイデンティティが一番出ているところかなっていうふうに思いますけれども、 XC40 ともう一番違うのがここかなっていうふうに、まあフロントもそうなんですけれども、まあでも一番違うのがここかなっていうふうに思いました。やはりですね、この辺のルーフスポイラーと、それからまあリアスポイラーですね、ここのスポイラーがまあすごく電気自動車っぽいというか、くしくもこれがですね、あのスバルのソルテラと、それからトヨタの BZ4X も同様のね、ルーフスポイラー持ってきてましたけれども、こうボルボの場合はちょっとこう寝てるというかね、あのちょっとこうクーペライクなルーフの傾斜ですので、ここで、まあ、少しちょっと形状は違うんですけれども、真ん中は穴が開いていて、この両サイドで耳みたいにしてこう空力を出しているっていうところ、それからここのそのリップのスポイラーでこうキュッとこう流しているっていうところがですね、やはりすごく機能的で美しいなと思いました。まあ、ボルボに関してはここにもちょっと穴が開いていて、ちょっとレーシングカーみたいで、これまたかっこいいんですけれども、すごく空力を考えられているということで、実はですね、このスポイラー形状だけでですね、航続距離を伸ばせるというですね、データもあって、まあこういう形状を採用している、機能的にもですね、非常にこう説得力のあるというか、裏付けのある形状の空力パーツになっております。なんかデザインだけじゃなくて、本当空力パーツなんだなっていうことを感じさせます。はい、そしてですね、この辺はやっぱり面を生かしてます。まあ、この辺のデザインはこのボルボのフォントとか、この面を生かすみたいなところはですね、やっぱりまあボルボらしいというかね、ボルボっぽい感じのデザインにはなってますけれども、この辺との組み合わせですごく新しい感じを表しているなと思います。まあ、それからもうライトもすごく大きくて、まあ、これはですね、まあ、夜が暗いというか、暗い時期が長い北欧ならではの視認性の高さを表しているかなというものでございます。で、下の方は樹脂です。これはまあ40ファミリーならではのこうカジュアルさっていうのをここで出しているかなと思います。でもこの下にですね、ピアノブラックを持ってくることによって、まあ、非常に高級感もちゃんと漂わせているというようなデザインになっていると思います。はい、そして実はですね、この C40 にはさすが電気自動車と思わせるコンパートメントがもう一つあるのでご紹介します。ここに、はい、もう一つ小部屋があるんです。まあ、このですね、 C40 に関してはですね、ここに、はい、このような、いや、これもおしゃれだな、これもこんなおしゃれなの。実は何が入ってるかというと、はい、充電のケーブルが入っております。かわいい、この柄とかもめっちゃかわいいんですけど、このボルボのオリジナルのケースに入った充電のケーブルが入っていて、これがそのまま収まるサイズになっています。まあ、お家にね、これをちょこ常備されてるやつと、それからこれ急速充電用みたいな感じで分けて、まあ、常にここにはあんまりね、まあ、ちょっとボンネットはもう運転席からレバー引いて開けて開けてっていうね、手順が必要なので、頻繁に使うものをここに入れとくのは、まあ、ちょっと不便かなと思うんですけれども、まあ、それこそ本当にあったらいいなっていうものをここに入れとくっていうのはすごくいいかなと思います。ね、すごいすっぽりはまる。まあ、こういうところもちょっとですね、隠しコンパートメント、すごくね、スペースを無駄にしないというか、ちゃんとこういうところも活かしてるよっていうのは、まあ、電気自動車のそのパッケージを活かす、ここにエンジンがないのでね、自由度の高いそのボンネットの中を活かすっていう意味でも、すごくいいかなと思います。あとね、熱くならないからこれ入れれるっていうのもありますよね。はい、ラゲッジスペースです。どこだ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 、ここか、下でした。おー、
一緒に上がりましたね。こうね、やっぱ防犯上押収車はこういうトノカバーしっかりしてますけれども、まあ、これがですね巻き上げ式とかそういう凝った感じじゃなくて、こう結構一つのフロアになっているっていうところも、まあカジュアルなね、まあ40シリーズはカジュアルなモデルですから、コストとかも結構カットしてるのかなっていうことも思わせます。ちょっと腰高かな。はい、しかしですね、やっぱりねボルボすごいなと思うのが、これおなじみですよね、ボルボオーナーさんおなじみだと思うんですけれども、このフロアが3分割みたいになっていて、こうちょっとね立てたりとかできるんですよね。でここにもうショッピングバッグマークが入ってるんですけれども、ここにですねグロサリーバッグをかけられる、まあ、スーパーの袋ですねをかけたりとかして、コロンってならないようになっているっていうフックがこういうところについていたりとか、こういうこの、ラゲージスペースの使い勝手っていうのはもう結構昔から実現されているものですので、まあ、こういうところに、まあ、電気自動車になってもちゃんとおもてなし精神があるよっていうのは、引き続き継続をされております。そして、まあ、これなんですけれども、これ私の他のボルボの動画でもご覧いただけたかと思うんですけれども、エイドバッグなんですね。中にはあの避難緊急時の避難用具っていうのがいろいろ入っていて、例えばお水とかそういうものが入っているんですけれども、まあ普通に考えると A4、まあ、MacBook とかが入るような感じのサイズのリュックなんですけれども、これがこの中にスポッと入ります。そして蓋ができるぐらいのサイズなので、まあ、ここにですね普段使わないものをたくさん入れとくっていうのも可能ですし、まあ、あのちょっとこうですね、ちょっと見られたくないものを下に入れちゃうっていうのもありかなというふうに思います。はい、それではインテリアです。はい、というわけで今回イメージカラーがブルーブルーブルーということで、すっごい可愛いです。まあ、やっぱり本当にボルボってその内装作りがすごく上手なブランドだなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今回もですね、あの非常にポップで、その電気自動車の持つラグジュアリーというか、そういうイメージよりも、まあ親しみやすさとか扱いやすさみたいなのをこう出してきたような、そんな感じのイメージを受けています。まずドアパネルなんですけれども、まあ、40シリーズなので、はい、こちらがですねハーマンカードになっています。まあ、ボルボは2種類のプレミアムオーディオを持っていて、まあ、1つが XC60 以上のバング&オルフセンと、40シリーズ以下はですねこのハーマンカードになっているという感じなんですけれども、それを踏襲しております。そしてエアウーファーとかが入っていて、まあ、通常であればここにスピーカーが入っていて低い音とかを出しているんですけれども、実はですね40シリーズはそれをこうエアウーファーにしていてですね、ここが空いてるんですね。によってこんな風にこう今回は消毒液積んでくれたりとか、それからウエス積んでくれたりとかしてますけれども、こんな風にですねここにすごく大きな収納スペースを持っています。でこの収納スペースのおかげで、まあ、ボルボはですねそのガジェットをたくさん入れてくださいとか、あとジムによく行くような若いエグゼクティブ層のためにここにはね2リットルのペットボトル、水のねミネラルウォーターが入りますよみたいなアナウンスをしております。まあ、それがこのドアパネルということで、まあ、人が欲しいところに欲しいものを配置するっていう、その人間の行動学というものをですね参考にしてこのインテリアを配置したんだよっていうのをですね説明されたのがスペインでの試乗会だったっていう懐かしいねお話ですけれども、まあ、そんな感じのインテリアになっております。で、まあ、あの40シリーズの中でも XC40 はこの中がオレンジだったんですけれども、はい、今回はブルーを採用しております。ね、この辺のこのボディカラーがフィヨルドブルーっていう、まあ、北欧らしいそのネーミングの色に合わせてインテリアもですねこんな風にブルーになっていてめちゃくちゃ可愛いんですよね。でこのマットとかも実はですねあのペットボトルのリサイクル素材 100% で作られているんです。まあ、こういうところもこう本当にドアを開けた瞬間にホッと安らぐと同時にやっぱりこう感度の高いインテリアだなっていうことを感じています。はい、そしてシートです。まあ、シートの前にこの、ね、パノラミックガラスルーフがあるんですけれども、このガラスルーフ全車標準となっています。逆に言うとこの C40 はグローバルで、鉄板の、そのルーフが設定されていないということになっておりますので、全車このルーフガラスルーフが採用されているということなんです。まあ、機能 の部分 UV カットとかいう部分でもですね、あとはあの厚さの低減という部分でも、まあ、本国は問題ないよっていうふうにですね、はい、アナウンスをされているそうです。さあというわけで、このシートなんですけれども、まあ、見た目ですねこれがアルカンターラで、まあ、ここはまあちょっとこうなんていうんですかね、バックスキンの中でもかなりスルッとした感じのバックスキンかと思いきや、今回この C40 からはですね 100% レザーフリーということで、あのシートの素材、それからまあステアリングのこの巻きの素材すべてにレザーを使ってない、動物性の素材を使っていないということが、まあ、大きなトピックスになっています。
っぱりですね、SDGs とかもささやかれて久しいですけれども、北欧らしいですね、この地球との共存の形っていうのを模索しているっていうのが、今のそのボルボの商品群の中でも、最新のモデルであるこの C40 かなっていうふうにも思わせて、そういうところもやはりですね、ヤングエグゼクティブ層に受けていきそうな気がすごくしています。はい。で、エシカルレザーではありながら非常に質感は高いです。もう見た目なんかね、ちょっとファブリック感は、なくはないんですけれども、でももう十分にリッチですよね。見ていただいて分かると思うんですけども、安さが一個もないんですよ。だからフェイクレザーっていうよりは本当にエシカルレザー、エコレザーっていう言葉が合うかなと思います。でステッチはちょっとシルバーみたいな感じで入っていて、ここもとてもおしゃれです。で、あとはですね、肩のところとか、それからこのサイドサポートのところは、このスムースのレザーのような素材、もちろんレザーではないんですけれども、エシカルレザーが使用されているという形になっております。で、グレード的にはですね、こちらは、はい、電動のシートアジャスターがついています。はい、それでは乗り込みます。で、やっぱりこれがすごいなと思うんですけれども、乗り込んでからお話ししますけど、私が乗ったらもうオンになるんです。だから私何も操作してないんですけれども、ドライバーがドアを閉めてこのシートに座った瞬間に電源がオンになるという感じになっております。逆にですね、ドライバーがここから降りた瞬間に電源が落ちます、オフになりますので、なんか内燃機関に慣れた私たちには慣れが必要かなっていうテスラ式とでも言うような方式になっております。もちろん物理的なキーはあるんですけれども、これがカバンの中に入っているかどうかでオンになるかオフになるかという感じですね。で、ちなみにドライバーが降りて助手席の人が乗っている場合にはですね、一旦ドライバーが降りた瞬間にこの辺の電気が落ちますので、だから電源がオフになりますので、エアコンなどは一瞬止まりますが、助手席からですね、この画面類をですね、パパってタップしていただけるとエアコンなどが復活するということでした。この辺もですね、非常に電気の車ってどうしてもやっぱり充電に敏感になってくると思うんですけれども、充電、その電力量、電費をこうロスさせないというかね、そういう、こまめにオフになる、シャットダウンになるっていうその選択肢も用意されているという感じです。はい、というわけでもうすでにオンになっているんですが、メータークラスターの中がフルデジタルになっております。ここが旧世代のボルボと大きく変わってくるところかなと思います。はい、実はこのインターフェースなんですけれども、 XC60 が今もうすでにですね、今の世代のやつだから MY22 からかな、モデルイヤー22からはこれになっておりまして、で、本当に非常に見やすいですよね。こんな風にですね、バッテリー残量が、今回はですね、EV モデルですのでバッテリー残量が出てますけれども、今ボルボはガソリンエンジンモデル、 ICE モデルは一つもないんですけれども、マイルドハイブリッドモデルであったりとか、リチャージ系の XC60 などもですね、この画面こそないにすれこの液晶になっているという感じですね。はい、この辺のサインもいろいろと変えられます。で、今これを起動させるとですね、もうすでにこれでこんな風に表示が2種類の表示方式に変えられます。こうやってマップを入れたりとか、あとアシスタンスを真ん中に表示させたりとか、はい、こんな感じの画面になっています。はい、やはり今の世代のボルボの特徴としましては、この画面がこんな風にですね、ちょっと最新世代、これがトップ画面なんですけれども、こんな風に最新世代になったという感じです。おなじみの縦型ではあるんですけれども、大きな違いはやっぱりこの中に Google が組み込まれたっていうことですね。だから、自分のもし Google のアカウントを持っていれば、この車の Google の機能とアカウントを紐付けすることができるので、例えば朝家で iPhone で調べてた目的地をこっちで呼び出してマップで目的地として設定することもできますし、そして C40 からはですね、日本語にこの Google が対応しましたので、そう、これまでね英語しかダメだったんですけれども、日本語に対応しましたので、もうかなりですね、曖昧検索とか、いわゆるその Google の音声アシスタンスっていうのが使えるようになりました。ですから OK Google、 近くのレストランを知りたい、近くのレストランを知りたいの検索結果を表示しています。 OK Google、美味しいお寿司屋さんない？
美味しいお寿司屋さん内の検索結果を表示しています。あ、すごい。ほら、高級なところから全部出てる。ね、星が高いところから出してくれてるんですね。こういう感じとか、まあ、本当にその Google としての機能が、まあ、全部使えるということです。で、まあ、謝罪にあたって、OK Google。OK Google。シートヒーターつけて。はい、運転席のシートヒーターをオンにします。OK Google。シートヒーターオフにして。はい、運転席のシートヒーターをオフにします。はい、というわけで車専用の機能もこんな風に使えます。で、これがまあ例えばですね、まあナビはもちろんのこと、シートヒーターのオンオフ、それから OK Google 窓を開けて。この車は窓の操作に対応していません。はい、できないやつはこんな風に言われるということで、車としての機能というのもしっかりとこの認識しているっていうのがまあポイントかなと思います。まあ、Google に関してはですね、本当に使い勝手がいいと思うので、まあ、ボルボはこのアシスタンス系の導入が遅かった、音声系のアシスタンスが遅かったですけれども、まあ、Google とこういう風にがっつりタッグを組むということの利点というか、いやここに来たかっていう感じがしてすごくね面白いというか使いやすいです。で、今はアプリがこんな風になっていますので、使用できるアプリがどんどん増えていくんですけれども、Android 使っていらっしゃる方、Google 使っていらっしゃる方は、まあ、ほぼ分かっていただけると思うんですけども、ここで対応するアプリを、はい、こんな風に使えるやつは出てきて、どんどんダウンロードできるんですね。はい、というわけで、まあ、今後ですね、そのアプリの開発が進んでいけば、ここにどんどん対応していくものが増えていくということと、まあ、今の時点でも音楽聴いたりとかいうのは Spotify が入っていたりとか、まあ、それからマップ、さっきのご覧の通りですし、まあ、非常にですね、その車との相性のいいというか、まあ、今後この音声型対応機能の中では、まあ、このボルボが結構頭一つ飛び抜けていっちゃうかなっていう感じがしていて、私はそのオリジナルのその車会社が作っているやつもすごい応援したい気持ちはありますけれども、やっぱボルボすごいなっていうか、この Google の利っていうのを感じてしまいました。クライメートはこの中に組み込まれているので、まあ、の一番下のバーのところに出てきますと。で、トップ画面にこういうものがあって、まあ、大体ですね、の使いたい機能は、はい、トップ画面で選べるようになりました。マップこうやればいいしっていう感じです。はい、非常に使いやすいかなと思いますけれども、私はこれがこの端っこにあるので爪が長いと押しにくいっていうのが、まあ、唯一の難点かなというふうにも思っていますけれども、いかがでしょうか。まあ、男性の方は深爪の方多いのであまり気にしないかもしれないんですけど、あとちょっとこうなんていうんですかね、あんまりカチリタッチしなくても、あ、爪でもいける、あ、爪でもいけた、そうか、これね、ボルボはね赤外線方式なんですよね。だから軽くタッチするだけで、ごめん、さっき前言撤回します。もう爪長くても全然使えちゃいます。はい、っていう感じになっています。はい、あと、まあ、トップ画面こんな風になっていて、まあ、さっきのねトップ画面に戻っていけるんですけれども、もちろんレンジ370キロということで、このように EV に必要な情報も出てきます。で、ここにですね、まあ、クライメートコントロールだったりとか走行スタイルであったりとか、こんな風にですね、まあ、走行スタイルっていうのはアクセル踏みすぎてたらちょっと踏みすぎですよ、ちょっと燃費考えましょうねみたいなアラートも出てくるということなので、まあ、このレンジアシスタントっていうのもですね、 EV オーナーには必要な画面かなと。そしてこれがすぐ出てくるよというものになっています。はい、そしてですね、もちろんこの車、このアラウンドビューモニターみたいなのもありまして、非常にですね、これも美しく表示されます。だから、ちょっと駐車場で止めるよとか、ちょっと周りの状況知りたいよという時は、これをピッと押してもらえれば、ここにすぐに飛べるという感じ。はい、そして、この辺にですね、こういうのがいろいろ出てきますけれども、一番上のドライビングを押しますと、一番下になってくるんですが、このワンペダルドライブ、これね、これでワンペダルドライブを選択できます。まあ、今オンにしてますけれども、これでワンペダルドライブがオフ、はい、オフになったりオンになったりとかするという感じですね。はい、そしてさらにこのオフロードモードっていうのがありますけれども、これはヒルディセントコントロールなので、オンにしていてもですね、時速20キロ以上になると解除されるというものになります。まあ、オフロードといってもですね、悪路走破性全般に効くということではなくて、まあ、ヒルディセントコントロールのみということなのでですね、まあ、もう本当に2つのモードだけということになりまして、非常にその辺もですね、シンプルで分かりやすい
という感じになっております。はい、その下です。オーディオ系ここに独立しておりまして、その下に、ガジェット系があるんですけれども、 USB のタイプ C が2つ、充電こっち、コネクトこっちという感じで分かれていて、すごくこれも分かりやすいです。そしてここに非接触の充電がありますから、充電も例えばガジェットの充電もここに滑り込ませておくと充電ができるという感じ。しかもですね、結構深いところにあるので、急なブレーキを踏んでも自分のガジェットが滑り出てくることがないというような設計にもなっているかなと思います。なんか蓋がある、お、なんかちっちゃい小物入れありますね。ここに例えば小銭とかちっちゃいもの入れとくのもいいかなと思います。隠し蓋みたいになってますね。はい、ドリンクホルダーは縦に配置されています。で、このシフトノブなんですが、ほらこんな風に穴開いてるんですよね。こういうのもすごいおしゃれです。あんまりね、上から見るとこんな感じなんで分かりにくいんですけれども、こうやって見るとね、おしゃれですよね。で、もちろん上級モデルにはこれがガラスのオレフォスのやつが入ってたりとかするやつもあるそうです。おなじみですけれども、ここにグローブボックスがあります。はい、この C40 なんですけれども、XC40 と同じ40シリーズはですね、この中に例えばこれがゴミ箱になってて、でこの中にボックスティッシュが入れられるとかね、そういうそのユーザビリティにそのすごく優れた感じの車内作りをしているっていうのもポイントですし、非常にこうギアとして使いやすいというかね、相棒としてすごく愛着の湧くように設計されているっていうのもポイントかなと思います。いや、なんか欲しくなっちゃいますよね。本当こういうなんかストーリー性もやっぱあるし、相棒として使えるっていうことへのこうアプローチね、メカニック側というかデザイナー側のアプローチをすごく強く感じて、やっぱなんかいいプロダクトだなっていうふうに思っています。はい、そしてですね、これなんですけれども、スウェーデンの国立公園の稜線を表してるんですって。だから私も登山しますけれども、その登山家、ヤマップとかをマニアックな話しますけど、ヤマップとかいうアプリをこう携帯とかにスマホにダウンロードしてる人とかには結構ハッとするというかドキッとするような演出なんですけれども、これがその国立公園の、非常に美しい国立公園のね、稜線を表していて、少し自然を感じさせるような、そんな演出になっているんですね。で、これが3層のレイヤードになっていて、暗いところでは、裏にはバックライトが、LED ライトが仕込まれていて、すごくね、ぼやっと光る。で、これがこのドアパネルのところにもあるので、アンビエントライトというか室内灯としてすごく上品な感じ。だから今はね、健康的なエコなイメージがありますけれども、夜になるとすごくね、幻想的で、そしてちょっとアダルトな感じの、はい、そんな感じの室内になるのもポイントかなと思います。はい、そしてこのバックミラーなんですけれども、フレームレスです。もうこれも本当に美しいんですが、これはもうボルボ結構前からこういうおしゃれなね、そのデザイン性の高いルームミラーを採用しているという感じで、この辺もね、すごくなんていうんですかね、ルーミーですよね。ちょっとこうぼやっとした感じの、ライトがつくようになっています。そして先ほどもお話ししたガラスルーフ、結構大きいですけれども、機能性としても、すごく高いものが採用されているという感じです。はい、リアシートです。ドアがめっちゃでっかいですよねよいしょっていう感じなんですけれども、こうやって開くとそのドアパネルの大きさっていうのがよく分かっていただけるかなと思いますけれども、非常にこの頭のところが大きく切れ込んでいて、頭上のですね、乗り込みの安さっていうのをよく見せてくれるサイズかなというふうに思います。フロントドアと同じくかなり凝った作りになっていて、ここにもですね、結構大きな、はい、コンパートメントが用意されています。でもちろん中もね、ブルーなんですけれども、このように後部座席にもですね、居住性の高さっていうのをもう見た目からこう提供してくれてるかなと思います。ヘッドのですね、この切れ込みが大きいですので、乗り込みもすごくしやすそうですよね。はい、そして中も見ていきます。で、結構ね、後部座席の上までこのルーフがありますので、すごく開放感があります。そしてこのブルーがですね、本当もうなんかこう異次元に吸い込まれていくかのような、ようこそいらっしゃいって言ってるかのような、そんな感じのインテリアになっているかなと思います。フロアにね、こういう明るい色持ってくると、例えばメンテナンス性とかすごく心配になってきちゃうかなと思うんですけれども、そんなのを飛び越えてこまめに掃除しようって思わせるね、すごい素敵なカラーコンビネーションというかカラーデザインになってるかなと思いました。ちょっと乗り込みます。お、もういきなりここに小物入れありますよ。だから、乗員を結構中に寄せてるんですよね。だからこういう肩のクリアランスができている、よってですね、乗員にその窮屈感を与えないという車作りが割と上手になされているかなと思います。そういうのをこっから見ても感じます。すごいここ空いてますよね。はい、それでは入ります。ね、足入れもめちゃくちゃ楽ちん。
はい、というわけで、まあ、XC40 競合他社の同じセグメントの車に比べると非常に車が大きいですので、まあ、その分ゆとりもあるかなという感じです。はい、こんなにあるしこんな開放感ね、素敵ですよね。いや、いいな。ちょっとね、やっぱね、ボルボ本当うまいなと思うんですよ。こういうところにステッチを入れるとか、それからその手に触れるとこ、目に見えるところに、まあ、全てにこの美意識が敷き詰められているっていう感じもしていて、本当におしゃれなんですよね。で、まあ、ここのですね、ルームライトもこんな風に、うわすごなんか、お、見ました？触れるとふわっておっしゃすごい、こういうとこですよね。なんかあのいいなって思わせるっていう、ちょっとこうくすぐるみたいな、そんな感じのこうルームミラーじゃなくてルームライトになっております。で、まあ、ちょっとですね、前席のシートはやっぱりさすがね、その辺は安全を担保するというか、まあ、エルゴノミックに、まあ、基づいてですね、あの人間工学に基づいてシート設計をするボルボらしく、シートのサイズはたっぷりしてるんですけれども、かなりヒップポイントが高いんですね。によってこのように見渡しがめちゃくちゃいいので、後部座席もこう、すいません、私の荷物ポイって置いてますけども、こんな感じで全然その圧迫感を感じないっていう、その座った時のメリットもあります。はい、足元なんですけれども、さすが、はい、後部座席にもですね、シートヒーターがあります。それからここに、はい、これあのシガーソケットと思いきや、開けるとですね、 USB のタイプ C が2つついておりますので、左右の乗員がそれぞれがですね、充電したりすることも可能という感じです。そしてルーバーもすっごいおしゃれです。これも前席同様の衣装のものが入っていますので、快適性が高いかなと思います。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。ちょっと圧迫感があるように見えるかもしれません。まあ、それはちょっとですね、ルーフが傾斜しているので、もうこうやって見ると、まあ、その今ご覧になっている画角で見ると少し窮屈に見えるかもしれないんですけれども、実際問題、私からはめちゃくちゃ開放感があると感じています。やっぱそれはちょっとガラスルーフの効果が大きいかなって思うんですけれども、本当にゆったりしています。まあ、それに対して後部座席とは思えないぐらいヘッドレストもしっかりしてますし、またシートも大きいんですね。すごくゆったりしてます。ですから、その本当にこう、なんていうんですかね、これから家族でお出かけに行くということのこうワクワク感っていうのをすごく感じるみたいな、そんな感じ、なんかちょっと外国に来たみたいな、そんな感じの気持ちになれるインテリアになっているかなと思います。その北欧のものの良さっていうのをね、すごく強く感じます。はい、そしてシートベルトしてみるとこんな感じ。いや、これ、こういう車で大人になりたかったなって、これもしかしたらボルボの他の動画でも言ったかもしれないんですけれども、こういう車で育つお子さんってめちゃくちゃアーティーな子供に育ちそうっていつも思っちゃうんですよ。こういうその空を見ながらドライブする、その外を感じながらドライブすることの素晴らしさっていうのを知ってる後部座席のお子さんって、なんか芸術性の高い子供になりそうだな。私もこういう人生が良かったな。でもだったら多分もうこんなってあれですけど、自動車評論家とかはやってないだろうなって思ったりとかもするっていう、まあ、いろんなことを思わせる、でちょっとこうインスパイアをさせてくれるというか、そのイマジネーションを引き上げてくれるような、そんな感じの車になっているかなと思います。まあ、ともあれこんな頭上空間、そして膝前はもう本当すごいすごい、拳 2.5 個分は全然空いてるかなっていう感じの、すごく広い感じの室内になっておりました。はい、というわけで今日はこちらボルボの C40 リチャージ、こちらをですねご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。もうね、やっぱこうすごいすごい、本当にボルボの商品力すごいっていうのをまざまざと感じた、そんな内外装と使い勝手になっていました。走りの方はこれから行きますので、私もすごくドキドキしております。この次の試乗動画、ぜひ一緒にご覧になってくださいね。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。バイバイ。